さん聞いてる？スプーンもなくてさ、チーズもさ、え、マジでチーズトッピングされてないんだけど、困った。困った。いや、ココイチ10辛じゃないよ。うん。10辛じゃない、普通の辛さ。家にスプーンないの？ある。ある。で、見て、可愛くない猫。ちょっと待ってて。大丈夫だよね、これ背景なんか変なことになってないよね。もう食べたい気分じゃないんだけど、さっきまでめっちゃお腹空いてて、もう引っ越しも超疲れて、あーなんかもう癒されたいと思ってココイチのカレー頼んだんだけど、まずチーズ入ってないし、これ溶けてんのかな、チーズ、え、なんか油浮いてる、チーズ溶けた説、ココイチと相性悪すぎ、チーズ中に、あ、埋まってる可能性、なるほど、ちょっと一旦音楽かけようか、もうダメだ、もうイライラしすぎてダメだ、イライラしすぎてダメだ、一回なんかちょっと自分の好きな曲を聴いて心を洗おう、ちょっと YouTube、 すげえ、みんなめっちゃインスタ見てくれる、配信見てくれる、あーもう本当にやだ、スプーンついてないんだけど、うん、19人しか見てない今何も面白いこと言えてない証拠だ、ちゃんとこいつらが可愛いから見て、あれテレビバグってる、私今日ちょっとダメかも、とことん調子悪い、今日スプーンもついてないしテレビもつかないし、19人も見てます、あ、逆にね、あれテレビが出てこない、嫌われてる、まあいいや、食べよう、ちょっと待ってて、もう疲れた、もう人生に疲れた、スプーン取ってくる、スプーンついてないからスプーン取ってくる、あったかなスプーン、よいしょ、チーズ埋もれてるかな、うん、あ、あれか、多分あれだね、通知が、インスタの通知がいって、うわ埋もれてるよ、インスタの通知がいって、一応みんな来るけどみんな踊り込み中だから見てくんないんだね多分ね、あ、これでいいじゃん、いい画角、いい画角、仕方ないから食べるよ、チーズ見たい？はい。もういいよ。もういいよ、別に。いいよ、別にって何みたいな。いただきまーす。食べます。いや、なんだかんだでもね、好きだから。なんだかんだ好きだから、ココイチのこと。食べるね。うん、頑張って食べます。うん、冷めてるね、スプーンついてないしテレビがつかないし、え、なんでテレビつかないんだろう、近すぎる、もしかして、あ、ついた、うん、猫かわいいでしょ、音声をオーディオシステムに切り替える、どういうこと、ちょっと調子悪かったのかな、え、テレビ壊れた、もうやだ、テレビ壊れた、テレビつかない、うん、もう終わった、もう終わったテレビなんでつかないんだろう、もうなんで、さっきまでついてたのに、見て、パリパリチキン、あ、リモコン電池、いや、でもこれ買ったばっかりだけどね、このテレビもリモコンも買ったばっかりだけどね。なんなら反応してんだよ、ピッて。ほら、パチって言うんだけど。
あれ猫がもしかしてコンセント抜いた説？それはないか。もういいよ、届いたから食べるよ。うん、サチ。猫で癒されてる。美味しい。結局美味しい。外部入力のままになってるとか。ん？え、違う違う。だってさっきまであれだよ。ついてたんだよ、テレビ。なんでだろう。キュンです。あ、ごめん、ちょっとコメント。コメント全然読んでない、私。ウケる、マジで。あー、冷めてる。もう、泣きそう。本当に泣きそう。もう、すごい好きだけどさ、ココイチのこと嫌いになりそう。本当に私一瞬で嫌いになるからね。嫌いになるとき、美味しい。テレビが調子悪い。あ、着いた着いた。あれ？つかない。今日は何やってもダメみたいだ。ココイチよりもモーヤンカレー？いや、モーヤンカレー食べたことあるけどね、私はココイチの方が好き。深夜飯です。ねねころさん久しぶりだ。でも、ウーバーで頼んだんだけどさ、来んのに40分、50分ぐらいかかって、もうなんか気分じゃない。みたいな気分の時に食べたい。左目ね、結膜浮腫っていうやつになってて目薬さしてる今。今日眼科行ってきて目に針刺されてきた。17ぶり、ココイチ俺も好き。うまいよね17ぶりだ。確かにね、アニメシリーズ参考にしてる。おう、嬉しい。参考にしてほしい、マジで。それはうん、ね、なんでテレビつかないんだろう。まあいいや、食べるわ。とりあえず食べる。冷める、どんどん冷める。届いた時すでに冷めていたけど、どんどん冷めてしまう。やっぱパリパリチキンが一番好きです、私は。うん、ジョジョ6部いいじゃん。うん、6部面白いね。冷めてる。でもこれレンチンしたらさ、爆発しそうだよねこれ。レンジさ、買ってから一回も使ってないんだけど、新しいの買ったんだけど、なんか立派なやつ、一回も使ってないから使い方わかんない。ハイキューは今3期を見てるんだ。ハイキュー面白いよね。あー、なんか、うん、ちょっと気分がすごい落ちてるから、どうやったら元気になる。猫ソフト、どういうこと。猫ソフトって何。うん、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 なになに。結局美味しい。だ、チキンがうまい。チキンがめちゃくちゃ美味しい。なんでこんなに食うの遅かったんだろう。ライブ配信久しぶりって、昨日17やったよ。昨日17で配信してた、久しぶりに。エフェクトがかかってる。17で配信したけど、楽しかった。あ、てかマイク届いた。マイク届いたから、
歌配信やりたいんだけど、今度はテレビがつかなくなった。テレビからね、音でスピーカー出してマイクでやろうと思ったんだけど、今度テレビ。17開いてないんだ。うん。私も開いてない。多分あれだね。ビジュが悪いから多分みんな見てくれないんだね。うん。何々さんいらっしゃいとか言った方がいいのかな。その体型維持できるの羨ま。だって私今日さ、これ以外にさ、あ、スタバ行ったわ。ポコチャやってたんだ。なんかね、あんまお腹空かないんだよね。なんか空いた時に食べたいもの食べるみたいな、そういうこと。あー、やばい、どんどん冷めてきた。美味しいけどどんどん冷めてきた。私のココイチに対する気持ちも冷めました。うーん、あ、うまい。なんかチーズビヨーンってなるぐらいやってほしかったけどな。チーズなんかビヨーンならない、あんまり。なんかチーズも冷めて固まっちゃってる。喋りながら食べづらいってことが分かった。ずっと体型変わんなくない？え、10キロ痩せたよ、多分ねねころさんが知っている最後の私から。うんふん、冷めてもうまいわ。どっちだよって。どうしよう。うん、すげえって。港区女子じゃないです、残念ながら。うん、あー、もう飽きた。どうしよう、もう飽きちゃった。どうせ半分ぐらいしか食べれないだろうなって思ったから、明日の朝、今と明日の朝で分けて、半分に分けて食べようと思って、で 300g 頼んだんだよね。どうせ全部食べれないから、ここ残して冷蔵庫入れといて、明日の朝チンして食べようって思ってた。全部食べきれない。基本的にウーバーで頼んだもの全部食べきれない。小食なんだよね。もうちょっとで満足しちゃう。明日の朝卵でどう閉じよう。卵持ってない。卵持ってない。しょっぱい。なんかこの前普通にウーバーじゃなくてお店にココイチ食べに行った時に、一人暮らしです、お店にココイチ食べに行った時に、でココイチにカレー食べに行った時に、あの生活感ないって、まだ引っ越してきたばっかり、ココイチに食べに行った時にすごい美味しかったのね。え、なんか こんな幸福なことあるっていうぐらいすごい美味しくて幸せだったんだけど、今日は、いや美味しいよ、美味しいけど、なんか配達してくる人が他のところも経由してきたから時間かかったし、冷めてるし、なんかチーズもビヨーンってならないし、テレビつかないし、スプーンもついてなかったし、地元は山形です、知ってる？山形って、東北にあるんだけど、うん、やっぱつかない、なぜだ、あ、やっぱ近いのかな、あ、わかった、もっと上だ、もっと上で
つかない山形の伊勢そばってところ美味しい。知らん知らんとか言って なんでテレビつかないんだろうね。山形知ってる？本当に頭いいね。チリできる、チリできるタイプだ。蔵王さんでしたっけ、蔵王さん。あ、そう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 、だだちゃ豆。そう、だだちゃ豆どちらかというと宮城かな。なんでテレビつかないんだろう。さっきまで元気だったのに。ちょっと遠くから狙ってみるわ、ちょっと一回。あー危ないあー危ない、このカレーのやつがついてるやつが下に落下するところだったチリ好き。ちょっと遠くからやってみる。遠くから。やっぱつかないわ。電源が抜けた可能性。ビレゾン、ん？あ、待って、コンセント。いや、何も変わらない。テレビ壊れたか、ついに。嘘でしょ？まあいいや。また新しいの買えばいいや。よいしょ。猫ちゃんめっちゃびっくりしてて可愛かった。そうだよね。ごめんね。あ、ケンちゃんラーメンはめっちゃ有名。ケンちゃんラーメン。猫たんも起きてる。うん。やばい、つぼった。やばい、つぼった。ここ一の。この、蓋の部分を、あ、ぶつかっちゃって、こう、落ちそうになって。あーって。これ落ちたらまあまあやばいじゃん。これだって、このこう、汚れてる部分がこう下になって落ちることが予想されるからさ、かなりさ、びっくりしちゃうじゃん。こういう顔してましたって。新しいいやでもね、笑わせないで、笑わせないで、本当に。新しいの買う前に見てもらったらって。正論すぎて草。私ね、ツボめっちゃ浅い。そう、将棋の町天童市、そう、山形出身です。何がそんなにおかしい。蓋落ちると最悪だよ、もう。何もしたくなくなっちゃう。はあ、笑いすぎて疲れた。あーでもなんか笑うとさ、幸せになるよね。うん。さっきまで私めっちゃ不機嫌だったから。よかったよ、なんかこんな爆笑できて。なろう？なろう？無視された。うん。うん。10人しか見てない。まあ、この時間だからね。もっと影響力のある人間になりたいですわ。蓋落ちると最悪。ココイチは何から？逆にゼロからだよ。ゼロから。うん、辛いの食べれない。左利きですか？うん、右利き。あ、多分反転してるんじゃないかな。お化けが出る時間？そうなの？お化けは別に時間関係なく24時間出るもんじゃないの？知らんけど。うん。テイスティ。なんでテレビつかないんだろう。ねえねえねえ、テレビつかないんだけどなんでだと思う？うんうんうん。
一辛にするだけで急に辛くなる。わかる？てか私さ、ココイチのコクがなくて、ココイチ食べたい。ココイチでさ、やばいことがあって、店員さんが外国人の方で、ココイチで頼むときに中辛くださいって言ったの。うん、中辛でお願いしますって言ったので、ココイチってさ、中辛って言わないじゃん。もうゼロ辛か0、1、2、3、4、10じゃん。で、外国人の店員さんが、はい、わかりましたって言って持ってきたのね。で、なんか黒くねって思って、一口食べたら、え、辛みたいな、10辛が来た中辛って私間違って頼んじゃって、それを10辛と認識されて、真っ黒なカレーが来て、10辛が来た。もうひいひい一口でもう、わたーむりむりみたいな。で、あ、すいません、私これあれでした、勘違いしてました、中辛じゃなくてゼロ辛を頼んだつもりでしたから、あー、すいません、じゃあすいません、ちょっと新しいの作りますねみたいな感じで、で、リモコンデジが切れてる。なるほど。誰か芸能人似てるって言いますか？浜辺美波さんとか、北川景子さんとか。裏の電源はついてた。心霊現象。ごめん、コメント全然読んでなかった。確かに電池切れてる可能性あるな。あ、でも待って。困った時は電源ボタンを長押しして再起動してくださいって書いてある。10からは死ぬ。マヨネーズ入れると辛みが半減する。マヨネーズ嫌い。5秒押してみる、うん、ついた。10から食べたことない？いや、私もあの時の一口しか食べてないけどね。長押しレッツトライ。でもダメだ。もう一回長押ししてみよう。5秒以上って書いてある。1、2、3。あ、再起動してる。まだ買ったばっかりだから電池が切れてるのはないと思うんだけどな。今再起動した。うん。レッツトライしてみてます、今。うん。どうだろうか。だって、あ、動いてる。ついた。多分いけたわ。これでノリノリな BGM 流せる。やったー。来た！来たー！ついた。ついたー！やっとついたよ、もう。なんだったの、さっきのは。うん。10回食べたら救急車なの？よかったね。ありがとう。じゃあ好きな曲を聴いて、テンション上げる。うるさかったら言ってね。BGM うるさかったら言ってください。今私がハマってる曲、ニッシーのランデブーって曲なんだけど。ちょっと BGM 大きいかな？大丈夫かな？おいしい。てか家にテキーラあるからそのまま飲む勢いだわこれ。大丈夫？山形の山形市出身です。うん、ナナフィー、マジで超待たされたんだけど、うん、いっぱい経由されて来た頃には冷めてました。様子のおかしい美人だった。どういうこと？どういうこと？
インスタライブってコメントだいぶラグあるよね。私一応リアタイで読んでるつもりなんだけど。町出身、町なのかな。美味しい。ね、ラグある。トッピングパリパリチキン美味しいです。やっぱり好き、やっぱり好き。酔ってないです。お酒一滴も飲んでない今日。うん、でもね、テキーラあるから飲むよ今から。だって暇なんだもん、暇なんだもんって。マジ小口食べたの。奇遇だね。ビールは酒好きですか。うん、好きだよ。乾杯はビールで、あとはハイボールかな。夜は、普通に1800とか。結局好きだわ、なんだかんだ言って。やっぱ好きだわ、私ココイチのこと。夏カレー食べたくなるよね。わかる。ちょっと私食べ方あんまり綺麗じゃないけど気にしないでね。ぐるぐるさんこんばんは。このように実在してたんや。してます、爆誕してます、このように。やばい、ルーとご飯の比率が合わなくなってきた。全部食べれるかも、これ。ホスト行ってますか。行ったことあります。カレーのスパイスが食欲を、あ、なるほどね。ちょっともっとぶち上げソングにしてほしいんだけど。ぶち上げソング、あ、I need you、 これいいね。ニッシーがめっちゃ好きで、ニッシーを聴きまくってる最近。ずっと今日引っ越しの二ほどきしながらニッシー聴いて、ニッシーの曲って元気になるから、ニッシーの曲を聴きながらめちゃくちゃ、このめんどくさいじゃん引っ越しの二ほどきって。だけどもうニッシーの曲聴きながらルン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 って感じで、もうずっと二ほどき頑張ってた。ルーとご飯をバランスよく食べるプロ、慣れてるね。俺は慣れてる。チキンとご飯だけで食べてみ。あ、なるほどね。一回ね、スポーツ、スポーツ、ジム、筋トレ、筋トレぐらいかな。え、でもダメだ、チキンラストだ。これちょっと取っておかないと。これは取っておく、さすがに。今これぐらい余ってます、もうお腹いっぱい。明日の朝できたらもう無理に食べることないよ。チキン、じゃチキンで、チキンでラストにします。ね、ごちそうさま。明日朝食べる。ナン、ナン好き、好きだよ。チーズナンが好き。ちょっとこれ冷蔵庫入れてくるんだよ。
うん、テキーラ爆誕、パリより主張、マジでパリ、ちゃんとラベル見せた方がいいよね。そうだ、今日マイク買ったんだった、マイク。今日見て、あとさ、これさ見て、昨日カメラ買ったの。ちゃんと YouTube とか動画撮りたいなって思って、そこそこいいカメラ買いました。出たテキーラーチーズナン美味しいですよね。最寄り駅の近くのナンのお店は蜂蜜のナンめちゃくちゃ美味しい。蜂蜜は好きじゃないの、しおりん。1800、なんかみんなびっくりしてる。なんかすっごいさ、ライブ動画への参加リクエストめっちゃ来るんだけど、何これ、参加してどうすんの、参加してどうすんの、私の配信に。うん、いや、これはしっぽりすぎる。好きだけど、今じゃない。もうちょっとなんかこう、あ、いいね、WXY。いくらしたの ?13 万ぐらい。カメラいいですね。キャバクラかラウンジ働いてございますか。さあ、どうでしょう。ハチミツ好きじゃない。これどうやって開ければいいんだ?カッター。カッター持ってない。カッターが今手元にない。どうしよう、取ってくるか。前も噛み合わないとしても、どうやって開けるのそれ、カメラ高っ、って高いよね。でもなんかいいやつが良かったから、こうやって開ける。ちなみに私今日一滴も飲んでないです。一滴も飲んでなくてこのテンションで、てかお酒とか映していいのかな、大丈夫かな。男とも飲むし、女とも飲むし、私どっちからも好かれるから、なんか関係なくね。だって飲むときは絶対人間と飲むじゃん。てかあんまりプライベートの質問しないでくれない爆笑。あんまりさ、そういうさ、プライベートの質問しないでくれない。あ、出ない、出が悪い。あー、出た、出が悪い家から遠すぎてここ一ってことない。そうなの、どこ住んでんの、パリ。こっちもビール飲みながら、あ、まゆゆマイユン来たこっちもビール飲みながら、おー、いいじゃん。今日マイク買ったの届いた、出が悪い、結構な量出ました。あ、リリーだ、リリーおはよう。ちなみにまだ飲んでないから、私昨日も飲んでないし、なんだろ、昨日も、ね、飲んでないし、今日も飲んでないし。いや、てか今日本当は飲みめっちゃ高かったんだけど、なんか一緒に遊ぼうって言ってた人がなんかあれだったから、なんかあれだった。マイク、マイク、マイク買いました。絶対これいい。どうやって使うんだ。あ、待って、これ充電しないとダメじゃない、最初もしかして。テキーラ何でも飲んでないんだ、やっぱり充電しないといけないやつだ。あー、今すぐ歌いたかった、今歌いたかったんだけど充電しとけよって。めっちゃ気分人間だから、え、なんか今がいいみたいな。だからさっきもココイチが来るのが遅かった時に、え、みたいな、今がいいんだけど、
うん、あ、うちもそういうの持ってた、ほんと？これ、かわいいし充電したまま使えないスタイル、え、どうなんだろう、ちょっとやってみる、どっちだこれ、どっかにモバイルバッテリーがあったはず、ピカピカ、身長164センチです、誰かにあげた気がする、使えるのかな、なんか光んないから多分使えないってことだよね、リバーブ、テキーラストレート、テキーラストレート以外で何を、どうやって飲むの、即時性ってね、今ってお金買えるから即時性、テキーラって美味しいの、え、美味しいっていうか、なんかそれな、慣れてるから、私は慣れてるから、美味しいとか美味しくないとかじゃなくて、テキーラじゃないと酔えないって感じ、2リットルいけるのすごくない、お、ぶち上げソング来たじゃん、ならない、やっぱこれフル充電してからじゃないとダメってことかな、あれ待って、なんかここがピカピカ言ってる、これ充電するときこっちか、あーなるほど、あ、分かった分かった分かった、これはあれだ、インダイは気分で開催、説明書見ないんだね確かに、あ、分かった、多分あの充電器が必要だ、これじゃない、これは多分あれだ、あのミキサーにつなぐやつだ、これいいカメラ買いましたね、うん、分かった、あのあれだ、マイクロ USB 端子の充電器だ、それがあればできる、待って、延長ケーブルが必要だ、足りてない、穴が足りてない、まずアダプターがないじゃん、え、ロック、水割り、ソーダ割り、マジで、これ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 、これで多分こう刺して、これを、あ、これをモバイルバッテリーにかけるんだ、頼む、ついてくれ、使えるといいね、ね、ちょっとコメント遡るか、あ、何もコメント来てなかった、カラオケ開催、バイ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 って言われた、Welcome to use Bluetooth microphone. 来た Bluetooth mode.総合的に動画で頑張っていく方針なんですか、ちょっとまだ余裕ないけど頑張っていきたい方針って感じ、バイバイ、あー、あれ、あー来た、あー、あー
げえすげえとか言って、好きな歌歌おう、好きな歌歌おう、あれ歌おう、怪獣の花歌の、怪獣の花歌、間違った。わかりました。関連動画の候補を表示します。怪獣、あれ。同意する、次へ。え？分かった。やらせてよ。なんでやらせてくんないの？怪獣の鼻歌、カラオケ。あ、もうダメだ。もうダメだ、もう。ミキサーついてるの。え、これ、ミキサーなくてもできる。しおりんが風になるって歌ったの思い出した。未来予想図。隣人に怒られないですか？いや、ここ防音結構しっかりしてるから大丈夫。もしかして AI マイクですか？いや、いや、わかんない。AI マイクかどうかわかんない。これぐらいの大きさだったら大丈夫でしょ。もう、ちょっとなんか Siri が反応しないんで、自分で打ちます、ちょっと。なんかね、これ本当は音声でこうやってくれる機能がついてるんだけど、なんか、やってくれないから、自分で打ちます。まだ Apple TV 繋いでないからさ、なんかいろいろ不便。あ、来たー。でもダムの公式のやつがいい。カララララ、うら遠い。ラララララララ、おおおおお、カラオケ、お、ちょっと待って、カラオケって頑張って打ってる今。オッケー。公式ダムのはないのかな。歌っちゃおうしかない。ジョイサウンド歌っちゃおう。生音風カラオケ、これでいいや。うん、思い出すとはなんか変な感じ。どこにいてしまったの、いつも探すんだよ、思い出すのは君の歌、歌いはなら鮮明だ、君に会うんだよ、ずっと見ていたいよ、でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中また聞かせてくれよ、聞きたいな、もっと騒げ怪獣の歌、感じで。なるほど。どう、音質どうですか？音質悪いですか？なんか BGM が小さいとか、これが小さいとか、音質が悪いとかあったら教えてください。はあ、疲れたすぐ疲れるやん。いい感じ？マジで？あ、阿部ちゃんめっちゃ音質いい。ガチ？よかった。今ね、マイク届いた。ああ。テス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 。あ、リバーブを切るといきなりなんか選挙活動みたいな感じになるね。私、しおりん、しおりんでございます。私に清き一票をよろしくお願いします。しおりんはこれからも頑張ってまいります。しおりん、しおりんをよろしくお願いいたします。しおりん、またね、寝るって。おやすみ。
仕事用のに買いたいので製品名を教えてください。これ？いやちょっとね、Amazon で検索して結構割と上の方に出てきた。商品名なんだったかな。え、マイクの方、カメラの方、どっち？出馬きた。何歳ですか？ね、来週で26になります。選挙始まった。出馬意外といけそう、マジで。私を信じてください。あ、でもなんかこう、エコーかかってた方が出馬っぽい。私を信じてください。私には、主語に、太陽神、ラーがついています。これがどういう意味か、お分かりでしょうか？そう。つまり、すべての事象が、私に味方をしてくれるということです。太陽がバックについているということは、その時やることやることすべてがうまくいくのです。いけそうじゃね？いけるかな？太陽神ラーがついているんです。私のバックには常に太陽が味方してくれています。太陽神ラーがついてくれてますって。日本変えちゃう？ゆずか姫みたいな感じで。一旦日本変えちゃう？なんかダムの公式のカラオケがあるって聞いたんだが、あれなくない？あ、あった、おうちカラオケ。何歌う？再会とか懐かしいな。ユーリ歌いたいかも。ユーリ、ユーリのエジプト人かな。あ、ラーだから港区から出馬を。血液型 A 型、演説聞いたら無理そうだった。千代田区なら800票までいけるっぽいぜ。え、800票でいけるの？雑魚くない？カラオケセットから意識教えてもらいたい。 LINE 内でなくてもいいのでよろしくお願いします。え、 LINE 繋がってる？私とあなた誰？誰とか言って。待って、ユーリ歌いたいんだけどユーリがなかなか出てこない。ユーリ、ユーリ、ユーリ。あれかな、これ昔のやつだからユーリくんがまだ流行ってない時の歌しかないのかな。天秤の歌歌おう。しおりん頑張ればいけそうじゃない？確かに、インスタで呼びかけてもうしおりんに入れれば大丈夫だからっつっていけるかもしれない。野良猫かハクビシンかメダカを襲っているので。ん？メダカを襲っている？大変だそれは。ライブの間違いか。投稿を見て癒されてありがとう。あなたの声ってほぐれてゆく、忘れたくないと心が言う。まあでもフォロワーじゃなくて千代田区民に刺さらんといけないけど。あー、そっかそっかそっか、確かに。フォロワー全員千代田区に引っ越そう。やばい、それならいける。なるほどね。めちゃくちゃウケんだけどそれ。いつまでもいつ聞くのも好きだし、とりあえず一杯目飲むか。
寝る。普通はね、オレンジジュースとかで飲むけどね。どこまでも、どこまでも。駅前で握手とかしてると案外みんな、そうなんだ。やっちゃう？やっちゃうとか言って。それってさ、でもさ、千代田区で出馬する場合は、私も千代田区に引っ越さないといけないってこと？千代田区の人間じゃないとダメとか、そういうルールあるくない？さすがに。一旦くれとる。ほらまた期待をしてしまう。ぐっとこらえてみるから、さもし溢れ出した瞳をちゃんと見てよ、見てよ、見て。あなたの影だけ伸びてゆく。あ、ふみふみしてる。ふみふみしてる。時間が止まればいいのに、今日の噛み締めでいよう。終わるな、夏よ終わるな。何やってんのお前。何ふみふみしたら。山形弁。これ苦情来ないかな。マジ。マジでこれ苦情来たらどうしよう。壁ドン、ボンって。いや、大丈夫だと思うんだ。多分角部屋の角っこでやってるから多分大丈夫だと思うんだけどな。目やった、目やった。マロ。なまった。なまったっけ。なまったっけ。あれ？阿部ちゃんは山形の人ではない。歌わねえよ。歌わねえよ。ビビった。思ってた数倍うまかった。嬉しい。ありがとう。ありがとう。でもさ、ちょっとさ、家だからさ、ちょっとさ、気使うよね、さすがに。あんまりこう、大声で歌えないからさ。ちょっとめっちゃ気使って歌ってます。プチ王子、こんばんは。すっごい曲。ユーリを歌いたいんだが、ユーリが全然ないです。古いのしかないな。初めて声聞きました。マジ芸工大だから4年山形行った。あとばあちゃんちが山形。ああ、だらだいぶ山形弁はワカッペしたねえ。山形弁はいいよ。なんで古代ユーリの曲ないんだべ。ユーリくんってなかなか有名だよね。なして古代ユーリくんの曲入ってねえんだ。めっちゃなまってる。山形弁ってこういう感じなんですよね。全然ないんだけど。めました。めました？
猫語の地域はショックだった。猫語だにゃーってガチで言うからね、それね。だにゃーって歌いたい曲がなんか普通に桜晴れとか歌いたいんだけど、あ、夏、夏音、夏ね、どっちだ。夏が終わる音がする、心情弁にゃーってガチでにゃーって言うからね、だにゃーって。ラララララララたいと思った、あなたなち、普通にあれ歌おう、シャッター。もういいや、ダムの公式チャンネルじゃなくていいや。検索シャッターカラオケ。わかりました、関連動画の候補を表示します。シャッター、ヤンキーも猫語で喋るから感動した。確かに、たった花火が夜の隙間を埋めていく、感傷に浸っちまうから、ツイッターは閉じた。もうツイッターじゃないんだよ、 X だからね。ツイラーは、ツイラーじゃなくてもう X だから。僕は今日すべて失っていちいち泣いてた。本当の気持ちはやっぱりわからないけど、君のアルバムにいる僕を全部消したんでしょう。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、心のアルバムに全部そっと溜め込んでた。だからさ、だからさ、仕草も匂いも覚えている。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。全ての時間を君だけに使えばよかった。久しぶりに歌声聞いた。そっかそっか家だと酔っ払うの早いかも。あー疲れた。もう今日6時に起きてさ、6時に起きてずっとさ引っ越し関連のことやってたから疲れてるんですよね。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、壊したくなくて無難にきっとやり過ごしてた。だからさ、だからさ、映りの悪い僕だったろう。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。全ての時間を君だけに使えばよかった。あ、しんさんじゃんしんさん結局家で飲んでる私2年ぶりかしら。引っ越しは疲れんね。いやガチ疲れた。もう疲れすぎてやばくて。元さんしおりんだよ、今歌ってるの。うん。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、壊したくなくて無難にきっとやり過ごしてた。だからさ、だからさ、映りの悪い僕だったろう。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、心のアルバムに全部そっと溜め込んでた。だからさ、だからさ、仕草も匂いも覚えている。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。
べての時間を君だけに使えばよかった。力強い、ゆうりくんの歌はね、力強いからね、再現できないです。戻ってきました、お帰りなさい。あっつ、あ、そうだ、さっき寒って思ってクーラー切ったんだった。また暑くなったからつける。風の角度を調節する。待って、またいい曲が連続して、あ、目ね、大丈夫だよ、目薬さしてるから。これどうやってこう調節するの。マカロニ鉛筆だって。キレキレの普通と僕に合う笑顔だ。僕でよかったかい、どんな僕でよかったのかい。うん、皆さんこんばんは、サキヤクザです。ちょっと待って、これさ、一旦さ、ちょっと何時までやる？え、決めてない。はい、戻ってきた。一旦 LINE 見てた。ああ、そうなんでもなくて、ああやめときゃよかったな。なんでもないよ、なんでもないよ。なんか家だとやっぱ遠慮しちゃう。カラオケだとめっちゃ大声で歌えるけど、家だとさすがに遠慮しちゃう。僕には何もないな、でそんなこともないな。君の本気で怒った顔、のんきり眠る顔も、きっとこの先一番映っていこうね。君の大きい笑い声をきっと誰より言うたくさん聞けるのは僕のこの耳。体は関係ないほどの心の関係、言葉が邪魔になるほどの心の関係。会いたいとかね、そばにいたいとかね、守りたいとか、そうなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしい。そうなんでもなくて、ああよしときゃよかったか。なんでもないよ、会いたいとかね、離さないから離れないでと。ボイトレ的なのやってるんですか。あ、昔やってた。はるきちゃん、あ、ももみん、ももみんだ。なんでもないよ、なんでもないよ。君といる時の僕が好きだ。なんでうるうるしてるの。なんでももみんうるうるしてるの。乾杯したら、仲良くして、仲良くして、仲良くして、うん、うん、会いたいの、うるうる会うじゃん、会うじゃん、来週、来週、再来週か、遠いね。あ、あ、あ、ゆりのピーターパン来た。この歌めっちゃ好きなの。え、いつ会う？いつ会う？今？今？しおり今めっちゃ伸び目高いよ、言っとくけど。いつでもいいよ、ほんとに。いつまで子供のままでいる、そんな言葉を理解する。黙って見てればいいんだ、手にはないんだ、 Take two 平凡で答えたい、普通なんて今まで現実的な言葉を見失ったが、自分はランドに閉じこもっていつまでだって夢を語るんだ。笑うやつには唾を吐け。カレンダー書いてる、押す押す押す。
せてしまえ。ピーターパン症候群と夢を支えるのじゃよがおとぎ場所みたいなハッピーエンドを追いかけて生きていくんだ。パンパンうおーおーてかさ、思ったんだけどさ、てかなんで Vlog 買ったのって、え、 YouTube やるからに決まってんじゃん。うん、私さマジガチでさ、ガチだよ、ガチガチのガチだよ。お前なんかに、そうお前らなんかに何も言いたくない、黙ってみてろって感じ、黙ってみてろって感じ。え、YouTuber やるの？いや、一人いて。YouTube は、あれだよ、ついで。別になんか YouTube メインじゃなくて、全部やる。TikTok もやるし、YouTube もやるし、全部やるって感じ。てか、TikTok 別これで撮ってもいいしね。私には私の人生設計があるんです。ついで。SNS やるなら全部やるみたいな。まあ、でもちょっと今はちょっと忙しいから無理だけど、まずはちょっと TikTok と リールをねちょっとずつやっていこうかなと思って。全部やるのすごい。夢の見すぎと馬鹿にされた少年が夢をつかむ物語を見事なキャッテ劇をこの手で巻き起こせ、見続けろ。ちょっとあの苦情が来ないか心配。大丈夫かな。いや隣は大丈夫なんだけど、角部屋だから上か下か心配だよ。リビングだし、しかもここどうしようまあ大丈夫か、さすがに壁厚いよ。え、てかもう2時半じゃん。じゃんって、そろそろ目薬つかないと、そろそろ目薬つかないとだね。え、今日マジで怖かった。眼球に針刺されてきたからね、今日。そんな痛くなかったけど別に、ちょっとびっくりしちゃった。苦情来たらおもろい。おもろくないよ。あ、魔法の絨毯。いい曲ばっか流すじゃん。私この曲めっちゃ好きなんだ。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないように、なくさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。通りで上から響いてくるのか。え、上から何が、上から響く何が。きらやかにどんな声を重ねてさ、どんな糸と笑いあったか。から響いてくるってどういうことだ。金もないし力もないし地位も名誉もないけど、あ、やばい、全部出てきちゃった。目薬なのに出たら意味ない。あ、やばい、
またペロペロしてるの。本当だ本当だあ、鼻つまむといいじゃなくて、こうやって目頭をこうやって目頭の目のこっちの方にも浸透させるとか、そういう意味。鼻つまむっていうよりも目頭をこう寄せる。これでもね、だいぶマシになった。はぁ、ちょっと一旦、知らなかった、ありがとうございます。いえいえ、いやいや、くつろいでる。めっちゃくつろいでるやついる。めちゃくちゃくつろいでるやついる。ちょっと一旦 LINE 返すわ。ちょっと。ライバーさん目薬さすのうまいよね。そうなの？みんな目乾燥してんじゃない？ちょ、一旦 LINE 返すね。いや、画面止まるかもしれん。ちょっと。画面ずっと見てるしね。眠いのかな。いや、眠くない。目頭を抑える薬剤を。ん、なんていうこと。いつかいつかと。何歌おうかな。ベテルギウス歌おう。最初にこれ刺して、次にこれ刺すといいんだって。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身を忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合って、手繰り合って、同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕らが手並べて手に合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りか疲れた疲れました。久しぶり、マニアさん、マニアさん久しぶりだ。元気？くすくした遥か遠く終わらないベテルギウス。マニアさん、メンツが179。生きられるか、君が不安に
なるたびに誓っただろう。大丈夫、僕が横にいるよ。曖昧。マヤさんガチで面白いからね。皆さんお久しぶりですって。いや、皆さんって あんまいないけどね、一覧の人。一応元気だけど、しおりんは元気？うん、めっちゃ元気。眼球以外元気。やばい、もう眠い。もう寝よっかな。もう眠い。ダメ絶対、ダメ絶対。コメントが途中で飛んでた。目頭を押さえる薬剤は目から涙が垂らない。ああ、なるほど。わし来てすぐ寝るく。いや、別に毎朝に来たから寝るとかそういうわけじゃない。泣いていいんだよ、まだ飲み足りないもん。全然なんかずっとさ、このさ、ライブ動画への参加リクエストが届きましたって来るんだけどさ、え、どうすんの、参加してどうすんの。参加して私より面白いことは言えんな。相変わらず山崎飲んでんの。ううん、山崎じゃないです、1800で。今日は一生そばにいるから、一生そばにいて、これさ、何ブロックしていいのこれ。ドロンパさん、ドロンパさんのことブロックしていいのこれ。1800美味しいよ、ね、うん、うんとか言って。このなんかライブリクエストめちゃくちゃしつけやついるんだけど、これ何、これ意図的にやってるわけじゃないのかな。間違ってそうなっちゃってる。どうなんだろうね、間違ってやっちゃってる。すると変なのが送ってくる。あー、なるほどなるほど、わかった。これさ、この人のことブロックしたいんだけど、どうやったらブロックできる。いや、すごいよね。私が配信始めてからずっとしつこく参加リクエスト送ってるからさ、相当上がりたいだけやね。相当メンタル強いっていうか、ドロンパさんメンタル強い。ずっとしてた。暇かよ。寝ろ、一回寝ろ。ねえ、やばいよね、ずっと押してるよ、ね、しつこいんだけど。わしも意味分かってね、会話に参加できることだと思ってたけど、多分違うよね。え、なんか多分2画面になってコラボ配信みたいな感じじゃないの。で、多分あれでしょ、自分の下半身とか映すんでしょ、多分。どうすんの、私の今だってリスナーさんとかほとんど男だよ。どこに下半身晒してどうすんだよ。ね、私も中身おじさんだし。うん、マジでしつけー。こいつブロックしたい。どうやったらブロックできるの。多分ライブ配信中じゃブロックできないよね、うん、こいつのことちょっと覚えておこう。スクショ撮って、で配信終わってからブロックするわ。
ライブに参加すると横にボタンが、ねえ、ボタン出るけど、でもずっと押してる、この人。眠い。もう眠い、僕は。酔いよりも先に眠さが来た。見て、見て、かわいい。すごいバイブス上がってる、バイブス上がってる。わしもよく分からず押したけど、青と夏やん、めっちゃいいやん。猫ちゃん兄弟だよ。顎黒いのかわいい、かわいいでしょ。ぬこでかいな。確かにでかいかも。なんかね、もふもふなんだよ、すごく。もふもふなの。あ、毛玉発見。毛玉がある、毛玉が。ここに。かわいいでしょ。うちの猫ちゃんはかわいいんですよ。ピンしとる。ずっと20人ぐらいだな、視聴者が。なんか乗ってきた。もう一匹はずっと黄昏れてる。確かに。なんか来た、なんか来た。あ、座ってきた、なんか。あ、どっちも男の子です。猫の毛の処理。え、普通にあれで、あれブラッシングしてる、めっちゃブラッシングしてる。あ、毛取れた、毛取れた。甘え上手だね。電気が動いてる。電気どういうこと。もう眠くなってきた。このまま寝落ちするか。ライトが動いてる。ああ違う、これエフェクト。こういうエフェクト、ツヤツヤに見えるエフェクトです。そう、顔のキラキラエフェクトです。今日はちょっと面白いこと言う前にちょっと眠くなっちゃったな。寝よっかな。おお。マロンパパ久しぶり。もう眠い。眠くなってきたので寝ようかな。昔から綺麗ね。ありがとう。お休みしましょうかね。眠く
くなってきちゃった。さっきカレーも食べたし、明日まず早いし、元気そうで何より元気です。またフォロワーさん認知してるのすごい。ああ、あれだよ、あの17 やってたから一緒に寝よう。一緒には寝ない。インスタライブ使えないけどスラってはあるスラるっていう単語が懐かしい。寝るんかい。またインスタライブしてくれたのに。分かった。メインは17だけどね。でもインスタだとまた違った人が来て面白い。動いてるしより見えてよかった。こちらこそ。うん、みんなが元気そうで何よりです。マロン、なんか向こうの鏡がいい感じになんかテレビ映して。17いけないの、なんで17復活してほしい。昨日やったんだけど配信17で。今来たばかり、終わり悲しい。そうなの、悲しいね引っ越したんだね。うん、引っ越した。眠い。あ、危ない。5分経ったらこっちの目薬させないといけないんだった。忘れてた。嫁番やばい嫁番受ける。通知来なかった？昨日のね10時ぐらいから1時前ぐらいまでやってたかな。課金してたのバレたの？別に課金してたっていいじゃんね。私は別にいいけどね、ただやりすぎなければ。さすがに1000万とか使ったら引くけどさ、月に10万って感じ。しおり目見た？どういうこと？あら、見たかった。でもね、昨日はねマイクがなかったから歌えなかったんだよね。眠い、眠りん、眠りんです。寂しくなったら恋がしいからな。いてっ、いてっ、いてっ、いてっ。萌歌ちゃんもしおりんと同じこと言ってて。誰だよ萌歌、誰だ。猫と寝る？あー、昼間のお昼寝は寝るけど、夜寝るときは寝室閉めちゃうか。結構なんか喧嘩とか追いかけっことかするから推し？へー、まあみんな推しいるよね。あ、配信やめちゃったんだ。まあまあまあ。え、誕生日一緒なの？マジで？奇跡じゃん。逃げた幽霊って恥ずかしがり屋なんかな。逃げた幽霊？足綺麗ですね。ありがとう。後ろ人どうかと思ったら鏡が安心。すっ、怖い怖い。とっても怖い、それは。確かに。確かに。あれに見えるね。眠いガチで。今日は安眠できそう。じゃあ寝ます。私は寝ますね。おやすみ。みんなも早く寝るんだぞ。